皆さんこんにちは、太郎です。今回の動画は現地の方がどのようなご飯を食べているのかについてお話ししていきたいと思います。私は好き嫌いが少ない方なので、どこの国に行ってもね、食べるものであったりとか、生きていけるかなというふうに思っているんですけど、ここ北オセチア・アラニア共和国では、一体どのようなご飯を選手が食べて生活しているのかを見ていきたいと思います。おはようございます。それでは今から、レスリングアカデミーの朝食を覗いていきたいと思います。それでは続いてお昼ご飯を食べに行きたいと思います。お昼ご飯が多分ね、一番ボリュームがあると思います。じゃあ行ってみましょう。ではね、最後に夜ご飯を紹介したいと思います。僕はね、いつもこのダノンのヨーグルト、飲むヨーグルトを、食事に持っていくことが多いです。で、大体ね、同じようなメニューが毎日出てくるんですけど、朝はオートミールであったりとかミルクがゆであったり、ヨーロッパでよくあるような感じの朝食になっています。で、目玉焼きとか乳製品とかソーセージとかが多いです。で、一つだけ、現地の人はすごい紅茶を好むのにまず驚きました。で、練習中も紅茶を飲むぐらい
あったかい紅茶をこう冷ましながらちびちび飲むぐらい、この地域では紅茶という飲み物がすごい浸透しています。で、私も実際に練習中飲めよみたいな感じでいただいて、ちびちび吸ったんですけど、意外とね、結構甘くて美味しかったです、はい。で、まあ、昼食は一番ボリュームがあるのかなというふうに思います。サラダもあってスープもあって、フルーツもカットしたフルーツも出てきて、非常に食べ応えのあるメニューかなというふうに思います。まあ、ボルシチであったりとかポトフであったりとか、必ず豆のスープとか、そういったのが日替わりで出てきます。で、汁物っていうのかな、スープがあるのが、汁物があるのがお昼だけなんで、夜ちょっとないのが残念なんですけど、はい、夜の食事はどっちかっていうとお昼に近いような食事で、まあスープがなくなったような感じになってます、メニューの内容としては。でね、ほんとね、ニラなのかな、あれはをね、直接パクパク食べたりとか、すごいハーブみたいな葉っぱもがっつくんで、ね、ネギなのかニラなのかちょっと僕は挑戦しなかったんですけど、野菜も結構取っていて、はい、バランスはいいかと言われると結構味も濃ゆいし塩分も多いし、砂糖、紅茶で砂糖もいっぱい入れてるんで、あんまり良くはないとは思うんですけど、まあ美味しくいただけるご飯でした。トップ選手とかを見てるとやっぱりあんまり脂っこいものとかは食べなかったりとか、チーズとかフルーツ中心とか、そういった食事をしている印象でした。で、若い選手はもう大きいお皿にてんこ盛りチーズであったりとかパンであったりとかで、ご飯食べ終わった後に食後にクッキーと甘い紅茶を飲んでっていうのをしているので、まあ多分おのおのがプロテインであったりとかサプリメントであったりとか摂取していると思います。実際にやっぱりロシアの料理っていうとボルシチが代表的に挙げられると思うんですけど、食堂で出てくるボルシチすごい美味しくて、ちょっとお昼にボルシチ出た時はちょっとだけ嬉しかったです。はい、ロシアのね、選手がどのような食事を食べているのか少し分かったかなというふうに思います。まあ、参考にできる部分がありましたら、自分の食生活にもぜひ取り入れてみてください。今回も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ